せーの、アメージングレディオパフォーマンスオンザウェブ。 I wanna be your prince ARP シンジと、 Are you ready? レベルクロスダイヤ。地上に舞い降りた愛と美の化身レベルクロスレイジ。 ARP の天才担当レオンです。というわけで始まりました、アメージングレディオパフォーマーズオンザウェブ、ナビゲーターの星野拓也です。さて、6月第1週目の土曜日、6月4日第266回目の放送になります。はい、本格的に暑くなってきていると思いますが、プリンセスの皆様はご機嫌麗しくお過ごしでしょうか？プリンセスの皆様ももしかしたらもう蒸し暑くてやってられないわーって感じなんですかね。いやいやいや、まあ、プリンセスは皇族ってことだろ。え、ロイヤルってことだろ。ロイヤルファミリーは汗をかかない訓練をしてるんだよ。言わないじゃないの？そんな、え、マジで聞いたことない。そうか、でもシンジは衣装が熱いとか文句ばっか言ってっけど、衣装さんにな。そんなこと言ってない。衣装さんにずっと文句言ってるもんね。はい、それそれ言ってる、言ってますね。そうだろう。あ、いや、もう言わないんで。はい、もう言いませんからね。はい、現在進行形でしたね。いやいやいや、ちょっと思い出しました。はい、都合の悪いことを、消去してたんですけど、ちょっとでも、はい、あれですかね、あの僕たち寄りのお衣装になってちょっと生地が薄めになりましたよね。あー、それはそうかもしれないな。新宿に合わせてなんですかね。いや、どうなん、文句が通ったってことだな。ご利用しだだとしたら、みんなにとってもよかったかもしれないよ。俺たちもともと薄いからな。あ、まあでもこの時期もいいのはいいんだけどさ、ほんとムシムシするのは勘弁だよな。あー、その今のムシムシで思い出したけど、うん、6月4日ってのは虫の日だよな。ムシムシで虫の日なん？そうなんですよ、その通りなんですよ、うん、なんかね、レジ調べたんですけど、福島県にあるカブトムシ自然王国っていうのが実は決めてるらしいんだ、これ。え、そこはカブトムシがたくさんいるんだ。あ、お前は行ったことないよな、絶対な、うん、お前の人生だと。そういえばさ、バイトした金でさ、夏休みに行ったよな。なんか懐かしいな。あー、まあそう、レイジたちは行ってんだよ、うん、へえ。そこはな、教えてやるよ。夏の間しかやってないの。そうなんだ。でも聞いて驚け。え、カブトムシプレゼントなんだよ。カブトムシプレゼント行ったらカブトムシもらえるんだよ。そうそう、もらえるんだ。すごいですね、憧れですね、カブトムシ。シンジなんかあれじゃね、カブトムシ見たことねえんじゃねえの？そうだね、実際どうや、実物は見たことないけど、なんかだろうな、今みんなの話とか聞いてると、なんか昆虫捕りとかやったことないなって思った。まあその言い方だとちょっとやろうかなみたいな感じになってるでしょ。ちょっとワクワクするよね。でもね、レイジ的にはちょっとなんか大人になって昆虫捕りはね、やんない方がいいかなって思ってんの。え、最近はね、こう昆虫見たら、お前は人間に見つからず元気に長生きしろよって思うもん。へえ。すごい。どんなリアクションだよ。すごい、人生をだいぶ長く生きてきた方みたいな、うん、昆虫も大事だから。あ、まあ、でもレイジ君も人間やね。まあでもレイジは人間を超えた万物を愛する存在っていう感じになってきてるわけよ。はいはい、まあそうだよな。でも大人になってさ、その手のものをやんならさ、海釣りとかもっとダイナミックなもんやりてえよな。あ、うん、ダイヤさんがマグロとか釣ってたらなんか似合ってますね。あ、うまそうだよな。自分で釣った魚陸で上がったらその場でさばいてさ、刺身とあと焼いてく。うまそう。まあ食べることに通じたダイヤの力はね、そこ知らないからね。やるよこいつ、やるよ、ね、うん、いや僕はそうやって自然に対峙して何かを学ぶみたいなことをちょっとやってみたいな。いやでもね、お前無理だよ。なんで？だって加納家がお前許可出さないだろ。お前んち許可？僕とレイジ君はエアコンが効いてる部屋で待ってるんで、二人で行ってきてくださいね、レイジ君。まあそうだな。、うん、ああ、まあ、お前と一緒には待たないんだけど、まあブルーブラッドのね帰りを待っててやるから。懐かしいな、ブルーブラッド。でも大学懐かしいって言わないでよ。ちょっと久しぶりに行くか、シンジ。そうだね、じゃあ大人の遊びをしに行こうかな、大学君と。はい、ということで、まあ、6月4日はね、虫の日だったわけですけども、ブルーブラッド、いいですね。それではブルーブラッドの歌をいきましょうか。俺とシンジ、ブルーブラッドでドーパミン。サポーターズ、息すんの忘れんなよ。ヘイ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 。
のど真ん中割れてない。 Oh no。 手にした翼は木曜へ飛んでいく。カウントダウン始まる。あと2 days を乗り切れたなら君と関心贅沢なステージ。ネガティブな思考は邪魔だね。 Rise to high Demons on energy ドーパミン僕から君に感じ、ウォウォウさせたらドーパミン誰よりも楽しもう。1 0 1バンバチュー決めて明日へ行こう。 You gotta go 口笛吹いて余裕ある時は君と落ち着いて準備君と目が覚めるようなキスの味加速聞かせてよ。出れるなら顔を見せろよ。 Baby girl Dream some energyドーパミン僕から君に感じ、ウォウォウさせたらドーパミン誰よりも楽しもう。ウォウォウ大胆か繊細溢れ出す今日は以前にやっていたプロフィールを再確認してみようのコーナーをやりたいと思います。僕とダイヤ君のプロフィールはやりましたよね、うん、まあそうだね。その時のことをもう一回言うと、ダイヤがねやたらシンジのこの初恋の人とかバレエ教室の可愛い女の子みたいなところに興味持ってますね。そういえばダイヤさんがあんまりにも気にしてるから、僕もちょっとあれから気になってます。いや気になるよな。気になってるの。いや何か その人どうなったんかなって。シンジ君みたいに途中で挫折してしまったんかなとか。そうなんだよ、うん、それは気になるよな。シンジみたいにな途中でよく挫折するかどうか気になる。いやいやいや強調するとこ違う気がするけどな。だってお前バイオリンもねバレエもね、あフィギュアスケートも挫折してるじゃないですか。いや待ってバレエはだから姿勢が良くなるとかこうクラシックに触れる方法の一つとしてやってて、もともとねこうバレエのプロになるってことを考えてなんか。いや本当にそうだからね、うん、いつ辞めたんですか。中学に入る時かな。だからそれ以来はもうその彼女とも会ってないかな。はい、というわけでね、てなわけで今回はレオンくんのプロフィールで気になるところとか変わったなっていうところについてお話をしていきたいと思います。思います。レオンはさ、まず身長が伸びてるだろう。
ダイヤさん、はい、大正解です。よし。デビュー当時は173だったのが、うん、今やもう180ぐらいありますよ。伸びすぎだって。すごいな。もしかしたらダイヤさんに追いつくかもしれないですよ。まあもうそろそろ限界じゃねえの。まあそうですよね。あんまり大きくなりすぎても不便そうですもんね。そうだよ。でかいのダイヤ一人でいいんだよ。でかいを強調してんじゃねえよ。あ、でも体重も増えてるってことだもんね。そうですね。大きくなってます。うん。まあ、ちょっと秘密です。なんだそれ、なんだか明かさないんだ。でもお前そういえばさ、血液型変わったんだろ。じゃ、血液型は変わってなかったやんか。がっかり。こいつらアイス食べたさに献血行ってるからな。まあまあそうだな。そこで血液型も毎回わかるからな、うん、でも献血っていうのはね、レイジたちにとってウィンウィンの関係なんだよ。まあなるほどね。まあ、僕もアニメのイベントで献血キャンペーンをやらせていただいてからは定期的に献血はやらせていただいてますからね、うんうん、まあね、アイスが目的でもいいことですからね。これ皆さん続けていただければと思います。はい。それとあと何か他に変わったところはありますか。趣味はスケートボードも最近ちょっとやってます。あとボルダリングもちょっとやってます、うん、まあ本当に流行ってるものには何でもやってみるっていう感じだよ ね。 そ, だよね。それな、はい、レモンはさ、暇さえあればランダムダンスもやってるしな。あ、でもなんかダイヤ君も得意そうだけどね。俺のダンスはどっちかっつうとストリートダンスだから またランダムダンスとは違うんだよな。うん、僕はとにかく小さい頃からこう音楽だけを聴くっていうよりは、うん、ダンスがついてるのが好きだったんですよ。うんうん、何でも映像付きで見ててそれを真似するのが大好きやったんで、もうまさにランダムダンスは得意ですよ。なるほどね。だ、はい、そういう違いがあるんだね。はい。あ、そういえば ISM ってダンス上手い人たくさんいるじゃないですか。うんうん、僕ね、やりたいことがあるんですよ。お、何？もうワールドオブダンスに出たいんです。あ、出た。5人以上のグループじゃないと出られへんから、もう誰かもう一人おれへんかなって。あー、確かにね。あのアメリカ大会みんなで見たもんね。うん、あれはワクワクしたね。ねえ、うん、トラビスジャパンもめっちゃかっこよかったですよね。うん、それな、パフォーマンスとしてすげー印象的だったよな。うん、なんか世界で勝負するときに自分たちの国の文化を取り入れてるっていうのは素敵なことだよね。あれ衣装部門でも賞取ってたからな。 あの衣装とかお面がダンスをさらに際立たせてるっつー、なんつーの、ダンスだけじゃなくてトータルプロデュースされてるって感じだったもんな。一人足りひんからもうワールドオブダンスじゃなくてもいいんやけど、なんか4人でそういうの挑戦してみたくないですか。うん、そうだね。レイジ君だけ静かだけど、うん、今何の話してんの。いやいや、ダンスをね。いや、ちょっと何言ってるかわからない。なんでわからない。今わかりやすくっていうか、もうダンスしか言ってないでしょ。じゃあ、まあ、ダンスはじゃあお前ら3人に任せてやるからな。レイジは歌歌ってやるから、その歌でお前ら3人がダンスすればいいんじゃないの。まあ、こいつこんなこと言ってくけど、前よりはダンスに相当興味持ってるからな。いやいやいや、レイジ大丈夫だ、お前ならやれる。なん、上から目線で言ってんじゃねえよお前この野郎。やれるに決まってんのか。しょうがねえだろ、身長俺の方が高いんだから上からなるだろ。おい、そういう上から目線かよ。まあレイジ君やったらかっこよく踊れるよ、やろ。まあな、うん、レイジならかっこよく踊れるから、そう、仕方ないから、仕方なく、うん、やって、お前らがそう言うなら仕方なくやってやる。うん、いいよ、仕方なくでも。じゃあ決まりだね。うん、いいね。じゃあ学校のスタジオ予約しておくから。いや、そんなに急がなくてよくない。なんで急にお前、はい、ね、ARP のみんなのダンスパフォーマンスね、これ私星野も見たいわけですので、ぜひとも機会があればよろしくお願いいたします。うん、じゃあ次いきます。いきましょう。次はじゃあレオン君のかっこいいところの確認ですか。ちょっと違うけどね。いや、まあまあでも気になるところあります。何か ありますよ。はい、じゃあレオン君どうぞ。はい、ドラマや映画でやりたい役ってあるじゃないですか。うん、ありますね。あれ大人になる前の僕はスコップ、うん、なんだって、うん、カットですよここカットですよここって。絶対お前がそういう風に言うとカットされねえからな。不倫みたいになってるからね。スポコンドラマの主人公って言ってましたけど。そうだったな。うん、今はもうすっかり大人レオンになりましたので。ん？あ、はい、今度は
なんで今その一瞬の静寂があったの。なんなん大人の魅力を最大限に引き出せる役に挑戦したいと思ってます。何言ってんだろうな、うん、大人になったからなの。そうなんです。ああそうなんだ、はい、まあ挑戦はまあ、うん、するといいかもしれないけど、まあ、してって誰かが言ったわけではないけどね、まあ、いいんです。言ってたらきっとそういうオファーが来ますよ。ああなるほど。じゃあ分かって、じゃあそれいいよ。じゃあ100歩譲ってじゃあお前が大人になってしよう、うん、それで何なのお前がやりたい役っていうのは。なんかあの大人だから幼稚園の先生とかなの、うん、ああそれぴったりか。ノー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 。え？ノー？何言ってるんですか。もうそれやったら大人レオンの魅力が出ないじゃないですか。いや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 、お前は何も分かってないな。え？もう幼稚園の先生役をねバカにしちゃダメだよ。僕はどういうことかっていうのな、うん、幼稚園の先生っていうのは仮面ライダーの俳優に匹敵するぐらいかっこよくないといけないんだよ。じゃないと園児のお母様たちの人気を一手に集めないといけないからね。すっごい大事な役なんだよ。そういうドラマだったらな。 それやったらやれそう。そうだろう。うん。でお前幼稚園の先生の役やれ。あいやいや待ってレオン君これちょっと多分騙されてると思うよ。え乗せられてるだけだからいやレオン君がほらちゃんとやりたいものまだ聞いてないから、はい、どんな感じなの。はい刑事です。はあ刑事。若手のかっこいい刑事。あほら僕もう体力あるからレイジ君と違ってこう運動神経もいいからこう柵を越えておいおいこう高いとこから飛び降りたりもできるし、で年上の人にも可愛がられそうやしぴったりやな。自己評価高えなお前は相変わらずまあでもなんかあの若手の刑事はちょっとしっくりくるね。頭悪そうな体力だけの若手の刑事でしょ。あそれねレオンにぴったりだよそれはダイヤさんに譲ります。お前なお前は飯なし。いや、ダイヤさん、あの刑事門に出られるっていいですよ。なんで俺が出る前提なのまあまあまあな出たいって言ってるのレオ君だからね刑事門って結構シリーズになるから長く愛されるんですよ。でもあのなんかモブの若手とかだとすぐ殉職する。モブじゃないそれはアニメの1話じゃないよモブじゃないよ松本に謝れお前はいやいや松本君そういう扱いにしちゃダメだよモブなんて言っちゃダメだよ。違うの。違うよ。いやもう殉職はもうダイヤさんにしてください。なんでだよ俺はアメコミ志望だからまああのアメコミのね役っていうのは難しいと思うけど、ね、外画とかになると思うけど、まあでもアメコミのヒーローも殉職も同じようなもんだからやった方がいいよお前。どこが一緒なんだよどこが一緒なんだよ。まあでもなんだろうな2人ともねなんかこうらしいというか合ってるといえば合ってるよねそれがね、うん、はい。ということでね、お二人が主演する刑事ものもね楽しみにしていきたいと思いますけど、他の人でじゃあレオン君のプロフィールで気になるところありますか。はいお前かよレオン君以外の人に今聞きたかったんだけど、ね、ずっとそうですよね。まあいいやレオン君どうぞ。なんか僕しかあげなさそうな感じやったんで早すぎんだよお前が、うん、いいよレオン君あるならどうぞ、はい、最近よく行くレストラン食べたり飲んだりしてるものっていうのあるじゃないですか、はい、これも情報が古いですね、うん、ああまあ確かにねこのパンフレットができた時だからまあそれは確かにそうだ。はい、さすがシンジ君です。それはもう改めていかないといけないですね、うん、じゃあ最新だとどうなってるんですか。それはですねダイヤズキッチンに行ってダイヤさんのお料理を食べてます。なんか最近とかじゃないじゃんこのパンフレットができた時からずっとだろうがお前。まあまあいいよもう一人も二人も一緒だからな飯はたくさん食べる方がうまいしさ。ダイヤさんがそう言ってくれるから僕は遠慮なく行かせていただいてるんですよ。で遠慮がなさすぎなんだよねお前はねてかお前の人生に遠慮っていう行動がないよね。遠慮って何。もうほんとこいつどうにかしてくれおいおい誰かどうにかしてくれこいつあとはローソンのコロッケもまあ好きですね。ああうまいな、うん、まあなんかあっちこっちに話が行ってるけどまあなんだろうなこうレオン君のいいところというかこの知らない人とでも仲良しになれるっていうのはいいとこだよね。シンジ君さすがいいとこに気がついてくれますね、うん、それもレオンのいいとこですよねうん、うんうん、どっかに書いときますと、得意なところに書いてたらいいですか。いやもういいよもうそろそろお腹減ってから終わろうよ。えもうこのコーナー終わろうね、うん、えお腹すいたん。お腹すくでしょもうまた。えさっき食べてたやんか。食べたけど今ストレスすごいからすぐお腹減ってすぐお腹減ってじゃあもっとレオンのいいところを話す会をやりましょう。
え、もっとお腹空いちゃう。どんどんストレス。ここから仕切り直してやっていくってこと。今までもそれやってたから今ね。そうですよ。はい、じゃあまあね、そろそろ終わりにしようかなと思いますけど、レオン君のプロフィールで気になるところはもうないですか？大丈夫ですか？気になるっていうか、ツッコミどころ的な気になるところはね、多すぎるよこのプロフィール。あー確かにね。僕言っていいですか？うん、あるの？まだあるの？あるのね。じゃあちょっと、もうじゃあ、うん、まとめて言ってください。はい。まとめて。はい。好きなスイーツにプリンを足しておいてください。はい。以上。いや、2番目、好きな食べ物に、好きな食べ物って項目がないので、それもちょっと問題なので、うん、好きな食べ物を足しておいてください。項目をまず足すのね。そうなんですよ。お好み焼き、たこ焼き、キーマカレーパン、うん、オムライス、ハンバーグ、うん、そんな感じですね。そんな感じ。はあ、多いなお前は本当な。ダイヤさんも書きたくないですか？好きな食べ物足していいですよ。え、いや、まああるっちゃあるけど、うん、はい、じゃあまあそんな感じでいいですかね、レオンくんね。うん、もういいですかね。いやいやいや、じゃあもうレオンはもう黙っとけ。じゃあレイジ行くよ。あ、レイジ君行ってくれるの、うん、普段の服装っていう項目追加、うん、普段の服装、うん、うんうんうん、いいね。変な黄色い服一言多いよ。趣味な黄色い靴を集めすぎること、これ絶対お前やっとけ。あー、それは確かに。そうだろ、それは現実的に。何足持っとんねんっていう話になってるぞ。確かに。あ、そうそう、これそういえばさ、得意なことっていうところの、はい、この健康の豆知識ってあるけど、これ何なの？なんかこれレオン君から健康についてってあまり聞いたことないような気がするんだけど。確かに聞いたことねえよな。聞いたことないですか？ない。あんまりそうだね。これはあんまり気にせんといてください。え？なんだよそれ。なんで書いてんだよじゃあ。いや、消しないよじゃあ。確かに。デビューしたての頃はお母さんがいろいろ教えてくれてそれ言ってたんですけど、もうまあ完全に忘れてますけど、健康やし、まあレイジ君と違って運動したり気をつけてることもあるし。レイジを引き合いに出すんじゃねえよこの野郎。お前と違ってレイジは何にもしていなくても健康だったらこっちの勝ちでいいですか？あ、そうとも言う。そういうことだろ。じゃあそういうことにしておきましょう。あ、そうそうそう。どういうことだよ。しまったのかな今なんか。はい、ということで今日はね、レオン君のプロフィールを更新してみました。はい。アメラジでは皆様からのメールを募集しています。この番組で取り上げてほしいこと、食レポしてほしい食べ物などなど、どんどんとお寄せください。それではお時間となりました。お送りしてきましたのは、僕は舞台演劇もやってみたいと最近思ってます、 ARP 新人。衣装を含むダンスパフォーマンスをプロデュースしたい、レベルクロスダイヤ。レイジはとにかくタイアップが欲しい、映画ドラマの主題歌やってみたい、レベルクロスレイジ。僕は何でもやってみたいけど、やっぱりみんなで世界を驚かしたいです、 ARP レオンと、うん、オリジナルのカードゲームを作ってアメラジでね、ぜひやってみたいと思っています。やりたい。ナビゲーターは星野拓也でお送りしました。うん、案はあるのよ。スポンサーも募集しようですか。何、うん、これちょっとマシできたらね、やりたいなと思う。 HP とかある系HP そうじゃないの。HP そういうカードゲームね。あ、そういう、マジでもう画面にスポンサー募集中って確かに。やべえ、ちょっと本当にそれ面白かったらこう売り出せるしね。そうですね。あ、いいですね。ラジオ向きですか？あ、ラジオでいけるいける。いつも一番気にしてねえお前がそこ気にすんじゃねえよ。ARP ダイヤです。ARP の新しいアルバム All of You 初回限定版は2020年8月に行われたセレブレートグッドタイムエクステンドの映像が全て収録された9時間半の大ボリュームのブルーレイが入っている上に、メンバーそれぞれのパフォーマンスを追跡したマルチアングル映像を収録してます。ぜひホームページをチェックしてみてくれよな。足りないから、 'cause I'm
りの痛みは知りすぎてしまったんだ。隣で笑っててくれればいい。君と二人遥か先、共に生きる意味いくつもの promise。 僕らこんなにも強く惹かれ合ってんだ。愛だけを求めてずっと生きてきたんだ。ありだけの声で心のままに叫び続けた。 Remember your love, we are in love once in a while。 思いは全て音に託して、どれだけの強さで君を抱きしめて、痛みも光も分け合え。